ランター島は、タイの南部の県、クラビー県にあるランターヤイ島、およびランターのお伊等の総称、あるいはそれらが属する軍の名前である。ランターとは、ジャワ語で魚を焼くことを意味する。1917年より公用された名称である。1901年、軍として成立した。軍は、アンダマン海に面する諸島である。諸島は大まかに、ランターヤイ島。 ランターノーイ島の二つに分かれ、さらに周辺の外島やブーブー島などの島々からなる。ランターヤイ島の南部は、ランター諸島海洋公園に指定されている。交通は、ランターノーイ島には北部に、対岸のクローントムグンとのカーフェリーがあり、ランターヤイ北部とランターノーイ北部にもカーフェリーがある。また、ランターヤイ北部の港からは、ピーピードーン島や、 クラビートの連絡航路がある。またラーンターヤイ島には南北に国道4245号線が走っている。漁業、農業、観光業などが主な産業である。農業ではパラゴムの木の生産が盛んである。ラーンター島5のタムボンに分かれ、さらにその階に37の村がある。自治体が設置されており、以下のようになっている。ありがとうございます。